重ねて申し上げますが、こいつはやばい橋になります。有志ならいいですがね、懲戒だったら退職金も吹っ飛びます。なんだ、おいしい。お前、やばい作戦の前にはいつも、隣の雀荘に部下を集めて、そう脅してるそうじゃないか。いつもと変わらん変わらん。のう。ええ、そうっすよ、おいさん。いつものようにもっと元気に、退職金が欲しい人は10数えてくださいって、やってくださいよ。そうじゃないと、なんか変な感じっす。いや、本当にやばい話なんですよ、熊ちゃん。その覚悟は本当にあるんですか？試しに10数えてみればいいじゃないですか。なら今日は俺が数えるっす。退職金が惜しい奴は、10数える間に退出してください。1、2、3。わかりました、わかりました。クマちゃんの覚悟はよくわかりました。いや、しかし、本当にいいんですね。ええ。俺、あの日赤坂さんの武勇伝を聞いてるうちに、熱くなってきたんす。やはり刑事になったからには、巨悪と戦いたい。それに、俺もやがては赤坂さんみたいに、武勇伝を誇れる男になりたいんですよ。やばい橋、上等じゃないっすか。それに、大石さんの提案する作戦で、俺たち一度も失敗したことないです。だから俺、その大石さんがいけると思って誘った作戦なら、ビビりませんよ。若いというのはいいの。こいつな、あの日以来、赤坂くんにだいぶ感化されおってな。秘密捜査や秘密事件に関わりたいと、息巻いとったんじゃ。はあ、いや、若いっていいなあ。それで、じいさまはどうします？わしも乗るぞい。というか、そこまで言われたら、外車の剣士がそいつらをしょっぴけるかどうかを左右することにもなるからの。今日まで散々不養生を重ねてきた。そうそうこの老いぼれが長生きすることもないだろう。なら、男に生まれたからには最後くらい、でかい花を咲かせたいもんじゃい。やれやれ。じい様も熊ちゃんも、とにかく怖いもの知らずだな。だからドラが三つもまくれてても、強気でリーチ入っちゃうんだな。何言ってんすか、大石さん。男なら降りられない時がある。どうせ切るならど真ん中。ってのは、大石さんの口癖っすよ。ん？違いない違いない。わかりました。お二人の首、私が預からせてもらいます。そうと決まれば、わしの方も少々準備がいる。今のメンツと機材じゃ、薬物系まで調べるのは難しいからな。急いで知り合いの鑑識の中から、手の空いた連中を呼びつけるか。おいしい。全部終わった後は、ちょいとでかくおごってもらうぜ。そこは任せてください。ですが、打ち明ける相手にはくれぐれも注意してくださいよ。署内にスパイ混じってるそうですから。わかってる。わしも伊達に人は見とらん。任せとけ。よーし、燃えてきたっす。刑事魂本懐っすよ。では、私はこのままちょいと用事があるんで出かけます。いきなりの無茶な頼みで、すみませんでしたね。なに構わん。久々に男の血がうずいてきよった。これほど腕のなる大舞台、わしの人生でもこの年になって初めてじゃわい。ビビるどころか、ここは楽しませてもらうぞい。俺も同じっす。やってやりましょう、大石さん。ありがとうございます。じいさま、熊ちゃん。
毎年毎年、今年こそは犯人を捕まえてやる。そして犠牲者は出さない、なんて誓っていますが、今年もやられちゃいましたよ。ですが、ようやくおやっさんの死の真相に近づく機会を得ました。だってね、それが笑っちゃうんですよ。園崎家は関係ないって言うんです。私は毎年ここにお寮のばあさんを連れてきて土下座させるって誓ってきたのに、それが全くの大外れだって言うんですよ。私はすっかり参ってしまいましたね。まあ、おやさんに原骨もらっちまいます。勝手に当たり牌を誤解してベタ折りしまくった挙句にドカンと痛い目に遭う。決めつけないできっちり手を進めてりゃ、でっかい手がちゃんとできてたかもしれないのにです。はあ、私は全然進歩してません。麻雀も相変わらずですよ。こんな一度思い込んだら疑うことも知らない頭の固いやつは多分バカって言うんだろうなって思います。やばい橋を渡ろうとしてます。リスクの割に大した見返りはありません。せいぜい私というバカの思い込みを解いてくれるだろう。真実ってやつを教えてもらえるだけです。ですが、なんだかやっと私は自分ってやつを許せそうな気がします。これはこれは、皆さんもどなたかのお墓参りですかな。おやおや、あんた勤務中じゃないのかい。悪いお人だね、まったく。ほら、いつまでもお墓の前で突っ立ってんじゃないよ。そこをおどき。まさか、あんたが毎年、おやっさんにアジサイを。綺麗だろ、うちの庭のやつなのさ。やっぱり6月はアジサイさね。あんたの気境も珍しいね。白いのもあるのかい。それも涼しそうで良さげだよ。失礼。偶然にしちゃいい取り合わせじゃないか。白に青によく引き立て合ってるよ。毎年私が来るとアジサイがありましたからね。青い花じゃ相性が悪いと思いまして。なんだ、なら私たち相性はバッチリじゃないか。そうですね。どうしたんだい、今日は相性がいいね。ひょっとして医者に不治の病でも宣告されたのかい。だとしたら、いろいろ世話になった田向けだ。あんたの墓にもちゃんとアジサイを飾ってやるから安心しな。あと、うちの組の店にツケが残ってるだろう。そいつの請求書を備えに来てやるよ。
やれやれ、愛も変わらず口の減らないお人です。あいにくまだ当分お迎えは来ないみたいです。定年までもうラストスパートですが、まだまだ行きますよ。なら結構。沖宮の一市民としては公僕の頼もしい一言で安心だね。しかし一つ教えちゃくれませんかね。獅子同盟と現場監督のおやつさんは犬猿の仲だったはずでしょう。そのトップの関係者のあんたがどうして花を添えてくれるんです。そりゃ犬猿さね。私たちは仇同士ねえ笠井。まああの頃は私も若かったものですから、いろいろと無茶をさせてもらいましたよ。勝手に吹け込んだ言い方してるんじゃないよ。私はまだ若いんだからね。まして組の重鎮たる笠井達義がどんな経緯でここへ墓参りに来てるんですか。憎むべき相手でしたが、それと同時に一目置ける男でした。決着もつけずにこういう終わり方は敵同士であっても口惜しいものです。なんだ納得いかないのかい。終わった戦争さね。ラグビーだって終わったらノーサイド、敵味方なしなんだろ。そういうことさ。私にはあんたの方が理解できないね。私の中ではダム戦争は終わったことになってんだけど、あんたの頭の中ではまだ続いてるってのかい。まさか。ちゃんと終わってますよ。あの想像しいスピーカーがまだ頭の中から鳴りやまないなんて冗談じゃないです。なら園崎家が墓参りしてもおかしいことはないだろ。ほらどきなどきな。私もお供えを持ってきたんだから。その包み毎年見かけてましたが、中身は何なんです。お料通しお手製のおはぎです。酒飲みは甘いのは苦手かもしれないと砂糖は抜いてあるそうですが。お料のばあさんがダム監督の命日のためにおはぎを握ったとおっしゃるんですか。毎年握って備えてるよ。あんた毎年見てるって今言ったでしょうが。そんな顔しなさんな。もうさ、そういうのはおしまいにしようじゃないか。そういうのとは何のことですかな。園崎家がダムの監督の墓前に花を供えちゃいけないとか、そういうのさ。もう昭和も60年になろってんだ。下手すりゃ数年もしないうちに元号も変わるかもしれない。そんな時代にまであんたは終わっちまった戦争をずるずる引きずりたいってのか。ご冗談を。もうあんな戦争はごめんです。平和が一番ですよ。国にも悪いところがあった。反省が必要だね。でも私たちにも悪いところがあった。だから私たちは反省するよ。そしてそれはそれでおしまいになったなら、あとはいつまでもグダグダ言ってても仕方ないだろ。古い時代を片付けて新しい時代を作るのが若者の仕事さね。不幸な事件があってこの御仁は死んじまったけど、もし生きてたなら私は一緒に酒を飲んで全部水に流したいと思ったさ。でも死んじまった。だから
この御仁とはもう仲直りできない。悲しいことさ。それが死別というもんですからね。でもあんたは生きているじゃないか。そうですね、私は生きてます。あんたらも生きてます。ならあんたともいつか仲良くできる日も来るかもしれないね。な、さてどうでしょうね。葛西、こいつを住職さんに。その後は表に車を回してきておくれ。わかりました。ダム戦争の時はいつか目に物見せてやると意気込んでいたものですが、妙なものです。ダム戦争から何年経ってると思ってんだい。いつまでも戦争状態じゃ心も体も持たないよ。それだけの時間が経ってるんだ。うちの子供たちも好きな相手ができて色づく年頃になってるんだから。それだけの時間が経ったんですね。時間は若者ほど濃密で、年寄りほど希薄になる。変わらないのは年寄りだけさ。でも時代と若者は絶えず成長してる。そしてぼんやりしてる間に私たちを追い抜いていっちまうのさ。で私たちは隠居して若者を見守るのさ。おつなもんだろう。おつなもんですな。あの獅子骨の鬼姫、その崎あかねにいつの間にか説教をされるようになったんですから。いやだね、そんな通りない。まだ覚えてるのかい。今じゃ獅子骨のレディーで通ってるんだよ。そいつは内緒にしてくれるとありがたいね。ダム戦争も終わったんですしね。そうさ、もう終わったことなのさ。勤務中だろうけどさ、どうだい、一つひんやり霊酒でも行かないかい。今日は遠慮しましょう。私も車ですし、あなたも車じゃないんですか。そりゃ残念だね。またの機会にしようかい。そうですな、またの機会にしましょう。そろそろ戻ります。あなたもお連れさんを待たしているでしょう。そうさね、お開きにしよう。あんたとはいろいろあった気がするけどさ、これで一度パーッとチャラにしちゃいたいね。そのあたりの生産会はまた後日に改めてやりましょう。いずれきっと。それでね、大石の旦那、私たちのわだかまりがパーッとなくなったところでさ、昨日反則切符もらっちゃったんだけど、むしゃくしゃしてパーッと破り捨てちゃってさ、これもパーッとなかったことにできないかね。そいつは最寄りの警察署へどうぞ。私に声をかけてくれりゃ順番待ちを優遇するくらいはしますよ。チェ、サービスの悪い人だよ。なるほどね。とりあえず事情はよくわかったよ。
れちゃう。あれ、なんだ。痛い。あのさ、ケイちゃん、前にも言ったけど、私たちのことを思って内緒にしてたんだって分かってるよ。でもね、そんなに私たちって頼りにならないのかな。そんなことないぞ。ただ何？言っておくけど、私はケイちゃんが真剣に話す内容なら最後まで聞くし、絶対に茶化したりしない。そして助けを求められたら全力で応える覚悟はできている。今までだってそうしてきたつもりだよ。でももしケイちゃんが私のことをちょっとでも疑っていたのなら、私はこの場でケイちゃんの仲間から降りさせてもらう。どうなの？悪かった、ミオン。それにみんな、理由はどうあれ、慎重になりすぎて相談が遅れたのは確かだよな。すまない。うん、そうじゃなくて、みーちゃんが怒ってるのは、リカちゃんほど信頼してもらえなかったからなんだよね。違うって、私はその、いや、まあ、ちょっとは、あるけど。ケイチ君、迷惑をかけ合えるのが仲間だって言ってくれたよね。それはレナも同じ。ケイチ君やリカちゃんに迷惑をかけられるのは全然嫌じゃないし、力になれって言ってくれた方がとっても嬉しい。だってそれはレナを信頼してくれてるからなんだもの。だからね、話す前から迷惑かもって気を使ってほしくない。誰にでも言いたくない秘密はあるけど、遠慮されてると分かったら逆に辛い時もあるんだよ。ごめん、そうだよな。自分で言ってて世話がないよな。ミー、それにレナ、僕がケイチに頼んだことなのです。敵の動きと思惑がわからない間は、変に敵外心を持たない方がいい。そのせいで敵に不穏を蹴取られたりしたら、かえって危険だと思ったからなのですよ。わかってる。でも、これはもう感情論の問題だからさ。まあ、そのことは、後できっちり返してもらうということにしよう。覚悟してよ、ケイちゃん。そうだよ。わかった、ケイチ君。だけど、ニーニーの件は明らかにリカの説明不足が原因だと思いますわ。もう少し手順がよろしければ、シオンさんもあんなに取り乱さなかったでしょうし、監督だって怪我をせずに済んだのでございますわよ。ミー、反省しているのです。そんな、謝らないでください。元はといえば、すべて私の至らなさが発端なんですから。シオンさんとサトコちゃんにはどれだけ謝っても許されることではないと思っています。それはもういいのですわ、監督さん。ニーニーが生きていると分かっただけでも、私は本当に嬉しいのでございますからね、シオンさん。シオン、あのさ、シオン、
気持ちはすごくわかるけど、サトコもこう言ってるんだから、今はこれからのことを話し合わなきゃ、ね。しーちゃん。そんなことくらい、私にだってわかりますよ。でも、どうしても釈然としないことは、頭ではわかっていても、心がついていきませんし。しー、お願いなのです。力を貸してくださいなのですよ。大体皆さんはそれでいいかもしれませんけどね。私はそんなに大人じゃありませんから、せっかく。いい加減にしなよ、シオン。監督の気持ちをもう少し考えてあげてもいいでしょ？シオンさん。だから、納得いかないって言ってるんです！おい、シオン！なんでサトコ、私の呼び方がシオンさんに戻ってるんです？さっき私のことを、ねえねえと呼んでくれたじゃないですか！はぁ？あの、シオンさん？ほら、また！サトコ、ひょっとして私のこと、もてあそびました？ねえねえって呼んでおいて浮かれさせて、その後私をじらしてつれなく突き放して。あれですか？幸せに一旦あげてから、つれない態度で気を引こうってあれですか？はぁ、もう見事に引っかかっちゃいましたよ、私はね。でもだからって、こういう時くらいは、もう少し優しさの一かけらでもあった方がいいと思うんですよ。違いますか？そうでしょ？それとも何ですか？人参アスパラ弁当を回避する今後の駆け引きにでもするつもりなんですか？は？しーちゃん。ごめん、それ笑うところなのかな？かな？むしろ怒っていい？いや、殴っていい？この空気読めない娘が。いや、お前が言うな。ほわ！サトコ。え、なんでございますか、リカ。とりあえず呼んであげてくださいなのです。話が全然進まないのです。とりあえず本題に戻ろう。この中でまだ説明を聞き足りない人はいるか？とりあえず本音を言えば、私も園崎家当主代行としては、いろいろと聞きたいことはあるよ。これまでの事件の動機とか、裏側の秘密をね。でも今はそれはなしにする。とにかく最優先事項は、リカちゃんの身の安全の確保だ。それに続いて敵の迎撃。この二つに視点を絞って、今後の対応を考えよう。しかし、うちに避難しようと考えるのはいい判断だね。うちの地下なら核戦争だってしのげるよ。電気もある、電話もある。もちろん食料だってあるしね。山犬って連中がそんなにも厄介な相手なら、この村の中でリカちゃんをかくまえるのはうちしかありえないよ。みんなを巻き込んでしまって申し訳ないと思いますです。
リカちゃん、もうそれは言いっこなしだぜ。ちょいとことがでかかったんで、正直俺も一時は面食らっちまったが、なあみんな、どいつもこいつも内心は面白くなってきやがったとか思ってんだろ。サトコ、どうもこいつは俺たちに本気でやってもいいってことみたいだぞ。お前だいぶ温存してるんだろ。シャレじゃ済まない秘蔵のトラップをだいぶ隠し持ってるんだろ。そいつを食らわせてやる、またとないチャンスじゃねえか。部活メンバーに私がいたことに感謝なさいませですわね。相手が何様だか存じませんけど、本気でやっていいとなれば、たとえ部活メンバーが相手でも、使用をためらってきた奇跡の大トラップの数々が惜しげもなく飛び出しますのよ。そうだね、さとこちゃんのトラップはみーちゃんのお墨付きだもんね。たとえ相手が本物の軍隊でも、さとこちゃんのトラップはみんな蹴散らしちゃう。そんなことないよ。ケイチ君だってここ一番の時の爆発力と瞬発力はすごいよ。私では打ち破れない運命を打ち破れる気がするもの。ケイちゃんが赤い燃え上がる炎なら、レナさんは青く静かに燃え上がる炎という感じですね。知ってますか？赤い炎よりも青い炎の方が温度が高いんですよね。まあ、私は部活メンバーに加わってそんなに間がありませんけどね。でもケイちゃん、いや、部長さん、あんたの期待は決して裏切らないと確信していますよ。天下の園崎姉妹にあだなそうと考える身の程知らずの大ボケ小ボケにゃ、一つでっかい教訓と反省をお持ち帰りしてもらいましょうか。いやはや、不謹慎だと思って黙ってたけど、おじさんさ、本当はこう思ってたのさ。こいつは最高に面白くなってきたってね。今は感謝してるよ、リカちゃん。これだけの獲物をよくぞ知らせてくれた。このひなみ沢で我が部に挨拶なしで上等を決めてくれようとはね。きっちりけじめを取らせてもらうよ。ありがとう、みんな、信じてくれて、ありがとう。さて、そうとなりゃ作戦会議だ。まず、リカちゃんは園崎家に身を隠すとしても、移動する際には理由が必要だよね。これが実は一番ネックではあるんだけど。いきなり移動したら敵だって何があったって勘ぐるよ。今まで秘密裏に運んできたのは敵の油断を誘うためなんでしょ。そんなことしたら苦労が水の泡だよ。理由か。祭りの後体調を崩したから部屋で寝込んでるってのはどうだ。それだと部屋に誰もいないことがすぐにバレてしまいます。あの部屋は山犬たちの監視下にあるのですよ。なら私が部屋に戻りますわ。それでリカの看病をしているってことにするのはいかがでございましょう。それも却下だ。行き先を知っているということで
今度は里子が狙われる。里子が目覚めたってことは、ここにいる連中しか知らないんだから、里子はまだ動かない方がいい。あ、それなら監督に協力してもらって、リカちゃんがここに入院しているってことにするのはどうだ？で、リカちゃんはその崎家に移動して隠れる、とか。残念ですが、ここに入院してるのを確かめるのはたやすく、ごまかすのは難しいです。それに、ここにいないとわかれば、真っ先に、その崎家が疑われるでしょう。リスクが大きすぎます。いない人をいると見せかけるは難しい、か。いる人間をいないとするのは簡単そうですけどね。隠れる場所が多いし。あんまりいじめるなって、シオン。そして高野さん。いや、もう呼び捨てでもいいよな。高野の背後にある黒幕を調べるために、今赤坂さんが動いてくれている。この人が尻尾を掴んでくれたら、敵の兵糧。つまりは、本部のバックアップが打ち切られて、敵は行動を起こすことができなくなる。そうなれば、俺たちの勝ちだ。でも、大丈夫かな？黒幕が分かっても、実行するのは高野なんでしょ？高野は、その黒幕に自分たちの正当性を認めさせることで、緊急マニュアルに基づく非常行動を起こすことができるのです。だから、黒幕の陰謀を公に暴くことができれば、緊急マニュアルの実施は無意味かつ単なる蛮行となります。それは、高野が自分の理論を正当化させる目的を持っていることから考えても、絶対に回避するはずなのですよ。でもよかったね。5年も昔にした約束を覚えてて、助けに来てくれるなんて、本当に素敵な人だね。ちょっと羨ましいかも。私の好みじゃありませんけど、リカにはちょっと嫉妬しましたよ。赤坂は別にそういうわけではないのです。しかも東京の警視庁の公安部の人で、それも秘密部門所属なんだろ。すげえ頼もしい人だよな。秘密部門ってのがしびれるぜ。ただ赤坂さんの役割はバックボーンの調査みたいだから、リカちゃんの防衛とは切り離して考えないと。それと重要なのは、今行方不明になっている富武さんだよ。いなくなったということは、殺された可能性が低いと思う。もしも死んでいたら、鉄平じゃなくて富武さんがたたりの犠牲として発見されていたはずだからね。鉄平は、どうして殺されたんだろう。多分、黒幕たちに対しては、ひなみざわ症候群のアピールだよ。こんな症状を起こして死人が出るってね。そして村人たちに対しては、これがたたりによるものだと思い込ませて、このひなみ沢から脱出しないように警告する。あと、恐怖と不安は先導する側にとって便利な心理だからね。リカちゃんを生贄に捧げた後に、村人たちの集団行動を律する意味合いもあるんじゃないかな。いわゆる封じ込めだな。高野の偽装死体が目立つ形で発見されたのも、姿を消す以外にそういう目的があるってわけか。話を戻すよ。富武さんがもし生きていたら、彼の手に入れた情報の有無が対局を決めると言っても言い過ぎじゃない。しかもどうやら敵を鎮圧できる番犬部隊を呼ぶことができるのは富武さんだけのようだし、つまり富武さんの安否が戦局を分けることになるね。うん、下手くそカメラマンの富武のおじさまが私たちの命運を握っている超重要人物とは不思議な感じ。とはいえ悲観的になりすぎるのもどうかと思いますが、富武のおじさまの力を頼りにできない可能性もあります。万が一に備え他の手も考えておいた方がいいと思います。でも他に何か打てる手はありますでしょうか。頼りにできるのは、あとは大石ぐらいか。どううまく説明するかだね。
それについては昨夜ここに来た時に大石には説明しましたのです。赤坂もフォローしてくれましたが、まだ迷っているみたいなのです。あと富武さんは内部に疑いを持って内定していたはずだから、どこかに痕跡の一つは残していたかもしれない。自分にもしものことがあった時のためにね。期待しすぎると良くないけど、調べてみる価値はあると思うよ。そうですわよ。もし情報活動で優秀な方だとしたら、自分に何かあった時のための緊急連絡手段は必ず用意しているものですわ。富武さんの宿泊先に何か手がかりは残されていないでしょうか。でも敵がもし富武さんを疑うとしたら、一番に捜索するのはそこじゃないかな。富武さんもそれが分かっていたはずだし、そんなところに重要な情報を残したりはしないと思う。とりあえず富武に頼らない別の方法も考えてみるのです。入江、他に何か方法はありますでしょうか。すみません、東京とのつなぎはすべて富武さんと高野さんにお任せしていたので、私にはいい手段が。それに今日は確かにこの診療所も無人ですが、ほとんどの職員が高野さんのばっかにあると考えた方がいい。私があなた方にご協力できることは情けない限りですがあまりないんです。となるとやっぱり赤坂さんの動きが重要になってくるってわけか。それまではひたすら敵から逃げる手段を考える。消極的なやり方だね。それに赤坂さんが頼りってのは心強いけど危険でもあるな。いつまでって期限が明確じゃないからさ、また別の角度の攻撃を考えないと。赤坂さんの調査に貢献できるような攻撃ってねえか。面白いですわね。何かのトラップを仕掛けて尻尾をつかみ、黒幕に言い逃れできない証拠を突きつける。最高のトラップシチュエーションでしたよ。奴らの狙いが僕なら、僕を何かのおとりにするのはどうですか。危険だけど、高野たちは僕が目的なんだから食いつかざるを得ないのです。かなり危険な一手だね。でも確かに高野がリカちゃんを追っているという大きな証拠をつかめる手だよ。わざと姿を見せて騒ぎを大きくして逃走戦にすれば、うん、少しは面白い効果が期待できそうだね。そこで里子の裏山が役に立つ。まあ、あそこに逃げ込めば追っては大変なことになるでしょうね。でもやっぱりそれは最後の一手だと思うかな。裏山にこもれば籠城戦になって状況はだいぶ変わる。この手に訴えるのは本当に最後の最後だと思う。そうですわね。裏山のトラップは防御効果が非常に高いでしょうけども、あくまで防御ですわ。敵に対して攻撃するものとは違いますもの。うん、裏山籠城は追い詰められた最後の切り札になるだろうね。これは本当に最後の手段。うちに籠城していても敵に襲われ拠点として捨てざるを得ない時だけのね。ちなみにうちの地下には隠しトンネルがあって、山中の井戸に抜けられるようになってるんだよ。男でなくても燃えてきますよ。
とりあえず方向性は固まってきましたね。せっかくだからもっと有効な具体案はありませんか？僕たちにそんな方法があるのでしょうか？うん、きっとあるよ。私たちはリカちゃんが思ってるほど無力じゃないし、切り札だってないわけじゃない。彼らにとって重要なリカちゃんというキーマンが私たちと共にいる。これが重要な切り札になるんだから。リカちゃんをおとりにするっていう意味じゃなくてね。確かに女王感染者が私たちのところにいるのは彼らに対して大きなアドバンテージになるね。連中の目的は何？リカちゃんを殺して緊急マニュアルとやらを発動させ、この村を丸ごと抹殺して、それを組織内の派閥争いに利用すること。そうだね。そうですね。リカちゃまは奴らにとって全てを吹き飛ばす爆弾みたいなもの。うん、そうか。それを爆発させて大騒ぎを起こし、それに乗じて何かを得するのが奴らの狙い。それを爆発させないのが私たちの勝ちということになると、それはあまりいい状況ではありませんわね。確かに。こちらはいつまでもずーっと守り続けなくちゃならないけど、向こうはなりふり構わずリカちゃんを殺せば勝ちになる。まるで片方にしかゴールがないサッカーだよ。しかも攻撃意図とパターンが読めないうちは、高野たちの攻撃を退けても再戦があるかもしれない。防衛だけならまだしも、第2波第3波と攻められたらやっぱり弱いよ。あなたなら大丈夫だから、導いてあげてください。リカのことを守れる方法はあなたならわかるはず。そっか、そういうことか。シオン、どうしたの？いえ、別に。みんな、聞いてください。策なら一つ、いいのがありますよ。監督、今から警察に電話してください。銃を持って診療所に押し入った凶悪犯がいるって。シオン？ちょっと待って、それって。リカちゃま、ごめんなさい。死んでくれますか？の、ちくしょう！離せ！ぶっ殺してやる！みんなぶっ殺してやるんだ！ぐ、こら！お前、本当にどうしちまったんだ！この、いい加減にしなよ、シオン！どこまでその先を疑えば気が済むのさ！その先シオン、傷害と公務執行妨害の現行犯で逮捕する！離せ、こら！私が犯罪者なら、あいつらだって犯罪者だ！ここの所長はサトシ君を、サトシ君を！あいつらこそ、地獄に行けばいいんだ！うわあ！
前原さん、これは一体何があったんですか？見ての通りです。俺たちが里子の見舞いに来た時にはシオンが改造モデルガンを監督に向かって撃って殺そうとして。サトシ君の仇だ、あんたも一緒に地獄に連れて行ってやるって。もう私もあの子が何言ってるのか全然わからなくて。園崎さん、今園崎シオンがあんたもって言ったって言いましたよね。まさか他にも。はい、私はリカちゃまを拉致した。あんたが白状しなければそっちに聞けばいいって。なんてことだ。クマちゃん、フルデケの確認、それとフルデリカの捜索と目撃情報の収集を。了解っす。大石さん、いや実は昨夜外でタバコをふかして診療所に戻った時に人のような気配を感じたんですよ。動きも俊敏だったので猫かなとは思ったりしたんですが、まさか園崎シオンだったとはね気持ちがぐちゃぐちゃだったとはいえ、女ミスしてたんじゃ刑事失格ですな。決断遅かったですかね。これじゃあ昨日の話への返事もできなくなったってことですか。後悔先に立たずとは言いますが、これで私はたたりの謎に迫る機会を永遠に失ったってことなんですかね。まだ終わってません。なんと、あんたたちは。あとはシオンを尋問して確認してください。そこから先は大石さんの判断にお任せします。やばいと思ったらこの話は忘れてくださって結構です。勝負に出たってわけですか。いや、わかりました。それではこれ以上のことをお聞きするのも心苦しいですから、またいずれ聞き込みに伺います。ケイちゃん、心配するな。それにしても何？お前泣きまねうまいな。あ、出て。言っておきますが、改造モデルガンとはいえ銃刀法の適用内ですからね。それに傷害は現行犯ですから、悪くすりゃ少年法でも実刑になりますよ。なるほどね。とりあえずゆっくりと尋問させてもらいますから、話聞かせてもらいましょう。
毎度、おこのぎ造園でございます。はい。え？お呼び立てして申し訳ございません、サンサ。状況を。本当なの？はい。午後6時15分、沖宮署の取調室で、園崎紫音が R の監禁をほのめかす供述を始めたそうです。そんなわけないでしょ。 R の監視はどうしてたの？確か綿流しの晩は入江診療所に宿泊しているって報告を受けていたはずよ。そのさんさ、話に続きがありまして、沖宮署の諜報員によると、本日の午前7時頃に R は投稿すると言って診療所を出たそうです。そこから行方が分からなくなっているとのことで。R の行方を探しなさい。園崎紫音の供述内容をこちらに逐一報告。警察より先に我々で身元の確保をしろ。一番疑わしいのは園崎家だ。屋敷への調査部隊の編成を早急に行え。しかし諜報員によると、どうやら園崎美音とは完全に対立状態でした。園崎本家の隠匿はほぼ確実にないそうです。実際警察の職員の立ち入りを許して捜査に当たったそうですが、例の秘密部屋も含めて R の所在は確認できなかったと。R は一体どこに監禁されてるってのよ。園崎紫音が R を隠匿できる場所はこの村でも限られてるはずでしょうが。さんさ、あるいはという仮定をお許し願えるなら申し上げますが、古出梨花はすでに殺害されているのではないでしょうか。殺害？死体も見つかっていないのに殺害だと？冗談じゃない。そんな不確定な状態でこの緊急マニュアルが発動させられるわけがないでしょ。古出梨花の死亡を確認した上でなければ、私たちのこれから起こす村全域の封鎖作戦は何の正当性も根拠も失って、ただの大量殺戮とされるだけなのよ。失礼します、サンサ。東京の野村様よりお電話です。どこで嗅ぎつけてるのよ、あの女は。私が電話をしている間に大至急沖宮署に拘留されている園崎紫音への尋問を強化させろ。
どんな手段でもいい。Rの生死とその所在を早急に聞き出せ。すでに進めています。県警本部の人間も繰り出して何としてでも口を割らせると連絡を受けております。それ以外にも総員で村全域の捜索にあたり行方を探し出してみせるつもりです。つもりじゃない、絶対だ。大至急よ、急がせなさい。おはようございます、鷹野です。ああ、わかった。沖ノ宮署の方が分かり次第、俺とサンサに連絡しろ。それより、Rの監視体制だが、Rの確認をなぜ怠った？入江署長から診療所への宿泊を聞いておりましたので、朝7時に診療所を出たと聞かされた時は、そのまま学校に向かうものと考えて、昼過ぎの帰宅を待つ予定でした。作戦前に手抜きやがって。それで園崎本家には R の所在は本当に確認されなかったんだな。はい、それは間違いなく。隊長、まだお疑いなら今すぐ園崎本家に突入しては。現状なら強行策でも後でいくらでも理由がつけられます。そいつは三佐の許可がなければできん。三佐も沖ノ宮署の件が判明するまで突入許可は出すまい。突入命令に備えて園崎本家の監視を増員、それと村の捜索に全力を傾けろ。隊長、ひょっとして R を村の外に拉致した可能性はないでしょうか。園崎家以外となるとそれに適した場所が思い当たりません。思考を硬直化させるな。もっと他の可能性も探り出せ。そもそも真っ昼間に小娘一人が誰にも見つからずに村外に R を連れ出せるわけがないだろう。そういや警視庁の公安がうろちょろしていたそうだな。沖ノ宮の宿泊地に所在は確認しているか。おそらく。確認させます。あと富武任意の所在はどうなってる。まだ行方は見つからないのか。まだです。沼周辺をくまなく捜査しましたが、浮かび上がった気配も沈んだ様子も見当たりません。くっ、いやちょっと待て。今サンサに電話があったんだよな、東京から。それが何か。警視庁の公安がこっちに張り出してるってことは。しまった、やられた。さてもう後戻りはできんぞい。さて、これで退山明動して何が出るっすかね。園崎シオンの様子は。落ち着いてます。というか思いっきり力抜いてますね。さすが昔拘置所に放り込まれたことがあるっていうだけあって、余裕かましていびきかいて寝てますよ。さすがは鬼娘、強胆ぶりは母親譲りってやつですか。クマちゃん、私は通信センターの方へ様子を見てきます。ここは絶対に死守してください。なっせ、死んでも誰も通さないです。後のわしの役目は北条鉄平の司法解剖じゃな。
メンツは全部わしの子飼いで固めたから、ビクロンのごまかしも見逃さん。熊谷、ここは頼むぞ。任してください。どうですか、こちらは。はい、ついさっき凱旋経由が刑事課の直通番号に1本。相手は県警本部大鷹警部です。なあ、大鷹君か。へえ。通話が終わったようです。馬ちゃんに聞いてみよう。ピッポッパッと。もしもし。おっと、大丈夫、私ですよ。いかがでしたか。もう対応が何から何まで全てマニュアル通りでしたね。あの人相当頭に来てますよ。所長の出勤を待って朝一でこっちに直接踏み込んでくるそうです。相変わらずことを派手にしたがる性分だな。てめえの体一つで喧嘩もできないんですかね。いよいよ本格的になってきましたね。言葉の端々に何やらきな臭いものを感じてきますよ。さあ次どう出るかが楽しみですよ。なあ、そういえば大石さん、祭りの日の遺失物扱いだってことで雛見沢町内会からカバンを預かっていますよ。カバン？それはどんなやつですか。一応確認しましたけどね、どうやらカメラとフィルムの類ですね。どうしましょうか。